前田祇園山笠は、毎年7月第3月曜を最終日とする3日間、福岡県北九州市八幡東区祇園の中塾、八万宮に奉納される祇園祭りである。約800年の歴史があるとされる祭りで、北九州市の無形民族文化財に指定されている。1番山笠、2番山笠、元宮山笠の3基が存在する。 日曜日にはご神予ご神行が行われ、三つの山笠が中宿八万宮から三越に随住し、お旅所まで送り出しをする。かつて桃園山笠も存在したが、2005年に休止している。昼の部と夜の部があり、夜には人形色山笠に電食が施される。この祇園行事は、地域の平安無事、悪役退散を願う神事はもとより、 地域の活性化、地域の連帯、青少年の健全育成にも貢献している。これより、杉高蘭に発色の手長旗を立てた、旗笹山笠の巡行が始まる。大太鼓、小太鼓、金によって以下の曲が奏でられる。ほら貝を使用することもある。前田玄山笠、7月19日から21日、北九州市。 2008年7月20日西日本新聞長官、前田義夫山笠保存会ホームページ境内にある、前田義夫山笠由来説明書き、財団法人大阪21世紀、教会未到筋パレード2004フォトアルバム。ありがとうございます。